マスカワウマケンチャンネル。マスカワウマケンチャンネルでございます。今回はですね、これです。はい。これ何でしょうねっていう話なんですけども、タイツですね。もうこれで多分もうなんとなくわかる人はわかると思いますが、はい、僕が声を当てているナルトのロックリーの衣装でございます。はい。リアルに、ズバロで買いました。はい。でですね、ナルトの声優がリアルに自分のキャラクターのコスプレをしてみるっていうことをね、ちょっと、やってみようかなと思いまして。これからね、撮影しに行きたいと思います。ちょっとね、どんな感じになるのか、ちょっとまだね、リアルに袖を通していないので、あれなんですけど、まあ、ちょっとね、会場に行って、この衣装を着たいと思います。では行ってきまーす。いやー、緊張しますね。いやー、でもね、まさか43歳のおじさんが16歳の自分のキャラクターをコスプレとしてやるとは思わないよね。16歳の子供ってね、俺20半ばで子供産んでたらいるもんね。あ、ということで結婚相手募集中なんでよろしくお願いします。最初はひげを消す作業からいかないといけない。なるほど。リーのひげがないんで、ひげね、次消すな。ひげないよね。今日ひげ剃りしてきました。もう軽くはですよね、うん、すごい滑らかな感じ。やだー、何その滑らかって変な感じ。なんで女子高生みたいなんですか。マスターさん、朗報です。何ですか。ここ最近メイクした人の中で一番肌の質いいっす。待ってよ、何それ。ちょっと何、俺を抱こうとしてるの。いや、大丈夫です。大丈夫。ちなみになんで今回のこれを企画したんですか。まあいい、なんかいいタイミングからと思って。思いついた。思いついただけです。はい、ちょうど体も絞り始めたからね。世の40代の男性も頑張ったらちゃんと体は絞れんのよってことを自らやった方が早いかなっていう。夢を与えたってこと。夢を与えたってこと。いや、もう私綺麗になった。でちょっとおねえになったんですか。私 B にしてるんですけど、すまん。おねえにしたわけではないです。いや、僕的におねえ的に綺麗になったりしましたか。いや、めちゃくちゃ、うん、マスカーさんはほぼさくらさん好きになってくれますかね。会ってくれないの。いや、ほんとめちゃくちゃ気合いますよ。ストーリー変わっちゃいますけど、その場合。こんな感じで今は下まつげが結構 B が特徴的なのでしっかり描いてますね、下だけ。上はもともとマスカワさんはまつげが長いので足したのは本当ペンで下まつげの B のちゃんポイントしかやってませんか。そこだ。ただただおねえじゃん。はい、オッケーです。はーい、はい、これ髪の毛切られてる時無口なのです。目当てもらっていいですか。あ、バッチリじゃないですか。どうですか。僕が分かってるんですけど、あとそのサイドの毛固めちゃってちょっと今これ広がってるんで、今これを置きますね。はい、そうするともうちょっと立派になれると思う。どうですか。前髪はどうですか。どうですか。かなりよろしくお願いします。いいす、めちゃやられちゃう。まあどうですかね。ちょっとずつ近づいてます。ちょっとずつらしいです。はい。もう身を委ねるしか手がないので今こんな感じで。怖いよ、初めてコスプレで撮影してもらうよ。怖いよ。
でもこの間あの中国憲法の八極政権の流れを支配反対の人にちょっと構えよ全部あ、座りで入った座りすぎどうするのどうぞ出てます。はい、いただきます。ですよ。はい、この後続きます。オッケーです。はい、ありがとうございます。これくらい俺はこれで大丈夫です。個別は大丈夫です。はい、はい、じゃあ OK です。こんな感じです。はい、これ全身映ってます。3、4、俺カウントしないでバンバン取っちゃうんで、はい、あの好きに動いちゃっていいで。わかりました。リアルだなぁ。この横の冷静なネジめっちゃおもろいですね。冷めた目です。やられてるやられてる。レジがやっつけた。あ、OK です。はい、ありがとうございます。はい、ということで撮影が無事終わりました。いやですね、まさか43歳が16歳、まあ、今中任試験のこの時ですから、これで17歳ぐらいかな、これ脱いで16歳のコスプレをするとは思いませんでしたが、まあなんか初コスプレだったんですが、そう、コスプレイヤーさんがやっぱコスプレをしていろんなキャラクターにこうなりきるっていう部分、ちょっとなんとなくですよ、気持ちが分かった気がしました。ですね、本当今回いろいろご協力いただいた方々たくさんいまして、僕のわがままに付き合ってくれて本当にみんなありがとうね。返事ないね。はい。まあ、ということで、これから着替えて帰りたいと思います。ではでは、コスプレしてきましたということで、ですね。船橋のね、撮影現場に行ったんですが、すごくね、あの施設、綺麗で、いろんなジャンルの、こうなんか、撮影、にも対応できるようなあの会場でして、でプラス他にもね、僕ら以外にもいろいろあのコスプレをしてる方々たくさんいたんですけど、なんか会場自体がね、なんか本当にこうなんつうんでしょう、あ、アニメのそのキャラクター好きなんだなとか、その世界観本当にこうなんか好きなんだなっていうのがなんか如実にわかる空間で、なんか本当にこう、まあ、声優ってアニメーションの声をやるっていう、まあイメージ強いですけど、まあ僕はあんまりアニメしてる声優じゃないのであれですけど、まあでも本当にみんな楽しそうに、あの撮影してて、なんか僕もこう、経験したことない空間で、いろんなこう、なんか感情が湧いてきて、なんか、コスプレってちょっといいなって思いました。やるかどうかは別ですよ。やるかどうかは別ですけど、コスプレっていいなと思いました。またね、ちょっと、こう、次回というか、タイミングがあれば、今度は、この衣装をちょっと改造して、ナルトのリーじゃなくて、ボルトの、ちょっと成長して大人になった時のリーの衣装にこれを改造して、やってみようかな、いつかみたいな感じですね。はい。なんか、まあ、やれたら楽しいんですけどね。まあ、そのためにもっとね、体鍛えて、体もっと絞んなきゃいけないんですけど。
まあでも本当にいい経験できました。本当にあのコスプレというこの文化に初めて触れたので、なんかね、ちょっとコスプレ D 以外でもちょっとやってもいいかななんてちょびっとだけ思いました。まあその時はまた動画流しますので、見ていただければと思います。はい。まあなんかとりあえずね、ちょっとこうコスプレして、リーになりきって、本当の意味のリーになりきって帰宅したらもうくったくたなので、今日はこれで寝ようと思います。では今回のマスカーうまけんチャンネルはここまでです。次回もまた見てください。ではでは皆様また会いましょう。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。